というわけで彼が天竜星くんだ。みんな仲良くな。俺は歌星英二、高校2年。親の転勤の関係で小学生の頃に住んでいたこの町に7年ぶりに戻ってきた。さっきのエイジガチガチだったね。うるさいな。けど春がいてほっとした。こんな偶然あるんだな。本当にね。まさか同じクラスで席が隣になるなんて。彼女は春、風代春か。子供の頃は毎日のように一緒に遊んだ仲だ。久しぶりって感じもしないけどね。まあしょっちゅうにゃいんでやりとりしてたもんな。でもこうやって直接会えるのは嬉しいな。背伸びたね。そりゃ成長期だし。思ってたよりかっこいいかも。はあ、からかうなよ。割と本気だよ。そりゃイケメンとまでは言わないけど、私エイジのこと好きだもん。なあ、ハル、近すぎないか？そう？でも懐かしいでしょ。3人でよく並んで帰ったよね。サクタは県外の高校に通ってるんだっけ？ああ、うん。寮住まいだから、最近はあんまり会えてないかな。あいつかなり人見知りだったけど、寮生活できるんだな。俺とハル、そこにサクタ、ミハルを加えた3人はいつも一緒だった。俺の家を真ん中に3軒並んでいたので、登下校から留守番、休日まで3人揃わない日はなかった気がする。ちょっと、いつまでも昔のままだと思わないでよ。7年経てば変わるわ。そうか。春はかなりそのまんまの印象なんだが。当時から春は明るくて、行動力があって、頭も良くて、俺と作田を引っ張ってくれる存在だった。同い年なのに大人びて見えて、俺は密かに憧れていた。それって子供っぽいってこと？違う、そうじゃなくて、あの頃も離れてた7年間もずっと変わらずにいてくれたのが嬉しいって意味で。見た目はその綺麗になったなと。わあ、お世辞だ。お世辞じゃない、本当にそう思ってる。なんとか写真で見てたけど、そのすげえ可愛いと思う。そっか、そっか。いや、照れちゃうな。エイジは今、電車で一駅先のところに住んでるんだっけ？ああ、前の家は借家だから。今は他の人がいるんだろ？うん。じゃあ、一緒に歩けるのは次の交差点までだね。そうだな。ところで、昼休みの返事はいつもらえるの？ま、すぐじゃなくていいよ。再会していきなりだったし。でもよーく考えてほしいな。じゃあまた明日ね。じゃあ行くね。うん、向こうでも元気でね。ほら、見張るわ。やだよ、エイジ君。いつ、やだ。泣かないでよ、サクタ。二度と会えないわけじゃないから。電話とかメールとかあるしね。でも明日電話するよ、約束する。中学になって自分のスマホ持てればいつでも話せるでしょ。わかった。あの、エイジ君、私なんでもない。次会った時お話しするね。またね、エイジ君。夢結局、距離が遠くて7年間一度もこっちに来れなかったんだよな。あの時サクターは何を言おうとしてたんだろう。あのさ、ハル。ん？どうしたの？あの二人ってそういう…もう？もう少し離れてほしいかな。食べづらいし、みんなの視線が怖い。でも私、エイジのこと好きだし、一緒にいられる時間は有効活用したいな。ダメ？ダメではないけど。おお、春やってるね。先月からずっとそわそわしてたもんな。あ、ちょっと言わないでよ。どういうこと？幼なじみと7年ぶりに再会だ、やったーってめっちゃ喜んでたのよ、春。どんだけ仲いい女子かと思ったら男だったからびっくりしたぞ。ああ、
個人情報保護でお願いします。民事で争います。春ってこんな感じだったっけ。まあニャインでも割とテンション高かったけど、今朝夢で見たからかな。あの頃はもっと落ち着いてたような。どうしたの、変な顔して。あ、もしかして欲しい。違う。なんだろうかこの違和感。再会して以降、春は俺にべったりだ。朝は交差点で待ち合わせ、授業中も隣で頻繁に目が合うし、昼休みも先日から弁当を持ってきてくれるようになったし、下校もずっと並んで歩いている。嫌じゃない、むしろ嬉しい。春はひいき目に見ても可愛いし、弁当はめっちゃうまい。7年間ニャインでやりとりしてたから話も弾む。ただ一緒にいるにつれて少しずつ首をかしげることが増えている。例えばこの前、春はトマトジュースを飲んでいた。前はあんなに嫌いだったのに。好き嫌いが変わるのはあると思う。けどこないだの体育で、へよ、小学校だと男子よりも足が速かったのに、おかしくないか。お待たせ、日着終わったよ。お疲れ。はい。何？前もこういうことあったなって。私が日直で、エイジは終わるまで教室でランドセル見張っててくれててさ。うん？俺、春と一緒のクラスになったことないよな。え？あ、そうだっけ。そうだ、ない。その時俺が待ってたのは春じゃなくて、その、エイジ。じゃあまた明日ね。ああ、じゃあな。あ、歌星くん、ちょうどいいところに。え？これ先生から春に渡してくれって頼まれたんだけど、うちらこれからバイトでさ、歌星くんが届けてくんね。よろしく。まあいいか、場所は覚えてるし。右が春の家だよな。うん、表札も風代だ。で、左が作田の。え？あ、春？どうして作田の家から？これってバレちゃった。作田なのか。じゃあ春、風城春かは。ごめんね、エイジ、いつかは言わなきゃって思ってた。驚かないでね。実は本当の春かは5年前にもう。まさか彼氏ができて絶賛ラブラブ中なの。あ、あれ？もしかしてエイジ？やだ、全然変わってないじゃん。つまり俺とニャインでやりとりしてたのは作田だったと。そういうこと。一時期ちょっと疎遠になったでしょ。私中学入ってすぐ彼氏できてさ、誤解されたくなかったしね。そしたら美晴があんたと話したいって言うからさ、ちょうど自分のスマホ持ち始めた時だったし。そうだな、あの時俺もスマホ手に入れて新しい連絡先交換したんだ。そうそう。で、美晴が最初恥ずかしいから私のふりしていいかって聞いてきて、いいよって。まさか今日までずっと続けてるとは思わなかったわ。はるか曰く、作田は人見知りを克服するために中学からはるかを参考に自分を変えていったらしい。今の作田が以前のはるかに見た目が似ているのはそのためだとか。なんでそんなことを。わかんないの？これだからエイジは昔から鈍いんだから。ああ、思い返せば春はこういう感じだったな。歯に衣着せぬというか。美晴はエイジに会ったら告白するって言ってたよね。まだなの？ああ、はるかちゃん、そのしたけど、はるかちゃんのふりしたままだったから。ダメじゃんそれ。あ、でも今ので伝わったんじゃない？ねえエイジ。まあ、そうだな。どうやら作田は自分だと俺に好かれないと思ったらしい。だから遥かのふりをしてでも俺との関係を続けたかったということか。ややこしい。それに自分を過小評価しすぎだ。こんなに可愛いのに。ねえ、でもこれですっきりしたでしょ。じゃあ、あとは二人で話しなさいな。私はこれからデートだから。友達たちが春って呼んでたのは？私がお願いしたの。名前で呼んだらバレちゃうから。ずっとやりとりしてた私が作田美晴だって知ったら、
エイジは怒ると思って。ごめんなさい。怒らないよ。そりゃ驚いたけどさ。確かに引っ越す前は俺は春に憧れてたけど、それからこっちに戻ってくるまでずっとつながっていたのはサクタだろ。会うのも楽しみだった。でも私は春じゃない。いいんだよ名前なんて。俺はお前と話すの楽しいよ。それにほら、サクタ美晴だからお前が春でもいいだろ。許してくれるの？だから怒ってないっての。わからないなら言い直すぞ。今の俺はお前が、サクタ美晴が好きだ。これあの時の昼休みの答えだからな。私もエイジが引っ越す前に言おうとしたこと今言うね。エイジ、ずっとずっと好きです。私と付き合ってください。あ、喜んで。漫画エンジェル猫岡、チャンネル登録よろしくお願いします。